はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。それでは前回の、素晴らしい完全ステルスを終えて、ファークライフォーコープまたやっていきたいと思います。でね、今回実はあのマップでここ示されてる、まだなんか治安が悪そうなこのエリアの、ティルタ村ってところに行こうと思ったんだけど、行ったんだけど、どうもラビレーラナが関わってるミッションらしくて、まだちゃんと受注できなかったので、じゃあ今回はここ、またこのバルジャコットの付近のこのベルタワー、解放しに行こう。乗れない。乗れないのか。乗れない。痛え痛え、プロペラが当たってる、痛えって。ぐったぐったいきなりなったよ。こういう時もあるよね。ないよ、普通ない。もうダメかと思ったよ。いきますよ、今度こそ。プロペラに当たったら GTA のことが肉片になるんですよ、これ。そう。お前と違うよ。はい。はい、ここのベルタワー。行きます。はい。じゃあそこのベルタワーに着くまでカット。さて、まあ、ベルタワー付近まで来たけど、この辺で降りていこうか。OK、着陸します。よし、行ってみよう。行け。さあ、またなんかね、立て付け悪そうなベルタワーが。そび立ってるけど、スナイパーはいるかな、上に。見えないな。はい、もう行け、落ちた。あれ待って、普通のなんか一般ピーポーがいる。下着ん、あれ一般ピーポーか。ん、あれなんだあの人、いなくね、あれもしかして敵がいないと。おお、なんかこの人具合悪そうだけど。色入ってる、めちゃめちゃ。大丈夫か。ここ投げナイフ持ってるけどスキルするか、どうする。生捨てとか言って。 OK、 敵がいないベルタワーか、登ってこう。余裕だな。どうせなら敵をやりたいか。なるほど。ん？軍事情報を持って逃亡する諜報員を倒せ。え？待って。どこだ？どこだ？今こっちの方に見えたけど。見失っちゃった。いや、登ろう。あ、これ開くな。よし、ちょっと。メインストーリーではこのベルタワーを解放しに行った人が主人公以外にもいたんだけど、どうも転落したらしくてね、なんかもう末期のね、がん患者とかにね、治療するようなね、なんだっけな、薬物を投与したりしても大変重症なことになっていたんだよね。まぬけだな、おてる。まあ、我々の手にかかればね、こんなベルタワーは、ほほいのほいで、登っていけるよ。意外と落ちそうで怖いけど。よし。さあ、ベルタワー上がった。ベルタワーじゃねえや。何してんねん。鳴らしてんの音。OK、切ります。はい。さあ、これでね、17分の5つ目。さあ、何が見つかるかな。もうなんか今敵の基地あったな。 D パックのこれ敵じゃね、いいの。俺敵っぽかったな。バナシュールの歌。敵ばっかじゃん。止めそうだな。てか、だいたいベルタワー解放して見つかってるところって、おー、なんだ？おー、かっこよ。ベルタワー解放して見つかってるこういう場所って、なんかみんな敵に襲われてないか。うん、それはある。ちょっとこの辺にも、まあ、
あの、基地はあるけど、じゃあどうしようか。バナシュールの歌ってところ、なんか男の人拘束されてたから行ってみようか。はい。どこだろう。あっちだね。このジップラインで行こう。ほっ。よくあれちょっと。元気かい？元気だよ。え、バギーで行こう。近いな。あ、待って。もう近いやん。敵いるわ。完全スレスプレイする？一人二人、三人だ。あれ三人？スレスレスあ、なんか投げちゃったかも。いや、大丈夫。三人ならね、なんかもう二人同時で撃ってもう一人ついでにやるでいけるんじゃないか。あ、でもあれ人質なら、バレないようにやった方がいいのか。人質を殺してはならんぞ。俺みたいに。石ころ投げた方がよくね。石ころ？ちょっと待って、投げてみろ、なんか。石ころよ！それ、あれ、待って、全員反応しちゃった。石ころよ！待って、投げナイフ構えよ。オッケー、裏取った。オッケー、一番さ、手前、君の方から手前にいる敵？やれる？いいよ。オッケー、じゃあこっちで。オッケー。スリー、ツー、ワン、撃て！イグニッション。オッケー。オッケー、ちょっとラグったけど、投げナイフもいけた。はい、助けますよ。危なかった。ありがとう。オッケー、カルマイ、一応カルマイベント扱いなんだね。で、ポスターも取って。余裕だな。なんかいるぞ。余裕だな。動物。あ、これってもしかして、ん？あ、鳥？鳥の方が早いぞ。よし。で、アイテム箱がまだあった。何がゲットするか。羽！プロパガンダセンタークエストを受けるには、ラビレイ・ラナを訪ねろって、表示があるんだけど、ん？あれ待って、あれ敵じゃね？ん？あれスルーしてったわ。いちゃラビレイ・ラナ？ラビレイ・ラナってどこにいるんだろう？そうね。あ、あった。プロパガンダセンター。そうだね。オッケー、じゃあ、キラティテラス、前回撮った。君はどうしたの？何をやってんの？あれ。待って、なんか動物がいるぞ。動物が勝負を仕掛けてきた。あれ仕掛けてきてないけど。いて。あ、これ狂犬だ。何してんね完璧だろ。狂犬の皮をいただこうかな。おもろ。あ、違う、ドールだ、これ。なんだよ。あれなんか。こっち行くか。バレてないよ。ドンパチだ。久々に。待て、奇獣ついてるじゃん、あれ。危ねえ。治療。いいね。どうした？待って、奇獣がありきてないか、まだ。あ、落ちた。オッケー。オッケー。こういうことがしたいんだよ。でね、とりあえずその、ラビレイ・ラナが。じゃあ君これ運転しろよ。俺これの、これやる。いや、もうね、すんげえ遠い上にね、ファストトラベルした方が早いからね。ファストトラベルします。なんだよ、せっかくやったのよ。はい。確かにここでいいんだよな。ラビレイ、あ、どこ行った？あ、ここか。いるんだな、ラビレイ・ラナ。言いづらいな、ラビレイ・ラナって。じゃあもうダライ・ラマでよくね。あ、車来た。すいません、車、ちょっと、止まって。
おい、危ねえな。俺は撃っちゃダメだよ。撃っちゃダメだよ。俺はそういう道の人だ。待って、ふてくされて車くれたんだけど。そしたらお前さ、喜んで車あげる人いねえじゃん。これ、この世界では車ってかなり安価なものだ。そうだよ。あれあれ待って、今敵じゃねえ、あれ。てれって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 、降りろ。敵だ、あれ。いて。全員やっちゃったのかよ。全員やっちゃった。これ乗ろうぜ。近くだし。OK。 さあ目的地に行こう。さあここが、ここにラビレイラナが住んでるのかな。ほう、ダライラマが。ラビレイラナね。なんかイノシシか俺。え、こんなところからラジオ配信してるの。いたか。ごめんください。お。いた、え、こんな人。はいよー。みたいどうしよう、AJ ゲールだ。そうですか、大ファンですか。大ファンだぜ。ねえ、握手してくれないか。うん、構わんよ。ずっと注目してたよ。素晴らしい働きだ。君がラジオの DJ か。俺はヒマラヤのアツシだ。ラジオフリーキラッタのラビレイラナ。体は張ってないけど声で戦ってるぜ。ことわざにあるだろ、剣は剣より強しって。言ってみれば良心的なラッシュリンボーってとこかな。いや、銃は剣より強しかな。とにかくタガにその人を増やせば当たり前な。確かにそうだ。ここからできることは限られてる。真実を伝え、嘘を暴露しても誰かが汚れ仕事をしないと。汚れつってもチョツが汚いのと違う。何の役にも立たないし。チョツ、鉄砲つっても猿かなんか買ってんの。しかここにはない。だからここでラジオやってる。君の力なら悪を仕留めることができる。プロパガンダのポスターを破ってくれてるみたいだけど、逆にプロパガンダが活性化してるんだ。プロパガンダのチームは仮の宣伝施設を作って、毎日休みなく嘘を撒き散らすようになってしまった。どうすればいい。これ見てくれ、自分で作ったんだ。チョツが手伝うと思うか。頭も顔も放送禁止レベル、マジで使えない。その機械でチャンネルをモニターしてたら頭も顔もな。そこを使いすればいいんだ。その通りさ。 DJ だけやって面白いぞ。話が早い。このまま人々をパガンの嘘にさらしてはおけない。それでプロパガンダが止まるのか。いや全然無理だ。でも心配するな。新しい宣伝施設を見つけたらすぐに詳しい場所を伝えるから、そっちは現地に行って本領発揮だ。ボッコボコにしろよ。まず一つ目の施設だ。やべ、始まっちゃう。来てくれてありがとうな。ちょっとチャイでも入れてくれ。どこって、あっただろ。一流ホテルじゃないんで我慢してくれよな。暑いか、エアコンつけるか。ちょっと温度下げろ。喋んなこいつ。食わってなもかよ。会えてよかった。はい、いかがだったでしょうか。お聞きの放送はラジオフリーキラット、 DJ はラビレイナナ。熱心なリスナーからのお便りです。これはまあ、つまりそのプロパガンダをね、活性化させてるね、多分団体かなんかがね、多分キラッと周辺に現れてるので、まあさっくり言っちゃえばそいつらといたちごっこを繰り返せと、多分ラビレイラナは言ってるんでしょう。おで目的地がまあ書かれてるね。どこかなこれは。オッケー、ここ行こう。現在の目標で運転しましょう。あ、違う、駐車しちゃった。のー。待って、目的地の設定しよう。ラビレラナじゃん。あれ、前方にいるの敵じゃないか。あれ違うか。敵だ、撃て。撃つか。撃て。ほら。うん、後ろにもいんの。おお、なんかあった。なんだよ、やれやれやれ、けんなよ。おら。まだいるぞ、まだいるぞ、そこにいるぞ。おお、
ナイス。エグロの神よ。いくぞ。さあ一応ね、そのプロパガンダ発行してるところだっつうから、多分敵はそこそこいると思うんだよ。さあこの辺から上登っていこうか、ツタあるから。感電するスプレーかな今回も。全てのプロパガンダの設備破壊しろ。別に敵を倒すという任務ではないから、まあ倒さなくてもいいんだろうけど、まあ倒すよね。うん。さあとりあえず索敵だ。あれ敵いる？いなくね。待って、あ、倒したら出てくるやつ。これ倒したらね、壊したら、なんかね、家の建物の中がなんか光ってるんだよね。あ、いる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 。あ、いや、いる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 。あ、すいません、もうちょっと調査しよう。ちょっと下っていこうか、うん、あ、そこ目の前にいた。あっぶな。あ、あ、そこにもいた。結構いる、結構いる。もう車の修理とかしてるやつもいるし。待って、ここの人多分バレずにやりそうだわ。やっちゃうわ。うん。普通にいるわ、敵。待って。バカ野郎。危ね。いや、一応まだバレてはいないかな。なんか結構動いてるぞ、敵。餌投げるわ。うん、22で動いてるわ。あ、でも今すっからかんのよ、なんか。オッケー、あっさり使ったぞ。一人やった。オッケーオッケー。あ、トラが来た、トラが来た。あ、トラ来たか。うん、トラが来たはずなんだけど、なんか来てるか。来てないな。あ、トラが、やばい、見つかる、見つかったかも。見つかってるわ、ちょっとやれるわ、多分こいつ。やれなかった。石ころ食らえ。オッケー、あとあいつだけか。ああ、トラに襲われてる。オッケーオッケー。うわ、首噛まれてる。ああオッケー、トラ危なそうだからやっとこう。あ、やれなかった。バカ野郎。うわ、そうね、今回も素晴らしいステルスプレイが。そうやね。ご覧ください。ね、ステルスプレイが。おお、これで印刷してんだ。へえ。あとはそれらを破壊かな？何を破壊するの？うん、どうしたらいいんだろう。キックすればいいってことじゃないよね。あ、撃てばいいの？敵いるまだ。いなくね？オッケー。え、待ってよ、リカーブ棒の火矢にして。燃やしてみるかな。ちょっと離れて。よ。よ。どう。どうだろう。いいのかなこれで。上のゲージがいけばいいんじゃないか。どうやって壊すんだろうこれ。グレネードだ。おいしょっと。オッケー、破壊した。グレネード。俺も投げよう。待って、火に当たるぞお前、そこにいたら。そう、後ろの車ぶっ壊したよ。これなんか上にもあんじゃないの。え、これ車ぶっ壊すのか。うん。あ、待って、敵の車列。おー、マジかよ。降りてくるなこれ。グレード食らえ。いいよ、慎重に戦えよ。こっちは回復キットもあるぞ。え、でも俺めっちゃ殺してるよ。オッケー、ナイス。勝て、当たんねえ、いけ。あ、意外と倒せる。弱い。この敵バギーに、あ、やべえ、なんか硬そうな敵がいる。痛い。グレネードだ。弱えぞ。うわ、硬いなあいつ。だって接近戦で行く？ナイス。ちょっと LMG いただこうかな。持ってねえのかよ。今あの STG 持ってた。
STG も両方持ってきてるわ。今持ってるのはね、あのサイドアームの、サイドアームのハンドガンに、これで LMG とあとリカーブを手当たり次第壊しちゃおう。それもまだ壊れてなくね。待って C4 を使うかな。ああいいね、 C4 とか BF かよってな。待って、グレネード投げちゃったC4、あとどれだ、中に何かあるの。あ、これか、これな、通信機みたいのあったわ。待って、C4 でぶっ飛ばすわ。 OK、 発火。あとこれか。また敵来た。おらー、あ、意外と弾がすぐ切れる。おらーおらーおらー、死なねえ。やべ、リロードと治療しよっと。よし、はい、オッケー。あとあれだけか、壊せばいいの。じゃあな、あれも C4 かな。ほいちょっと余裕やな。はい、発火。はい、ん、全員排除しろ。まだいんの、まだいる、まだクルットとか。あ、OK、 余裕っすね。 OK、 燃やしてやったぜ。プロパガンダセンター完了。これラビレーラなのね。頼み事も完了したと。お、4万5000キラットドル、キラットドルゲット。ちょっとマップ見てみよう。まあ、あのラビレーラが言ってた通り、ここは多分あくまでそのプロパガンダ発行してるところの多分一つに過ぎないのかな。だからやっぱこれから依頼されることもあったりしたら、まあそれも待って、今誰かいたよね。そう、気のせいじゃね。まあいっか。じゃあとりあえず今回は切り替えのでここまでにしたいと思います。はい、ここまでにしません。しねえよ。乗るぞ、乗れ。待って、取れそう。あれどういった、破壊するか、強奪しろだから破壊するわ。はい、四方ペタッとだ。めちゃめちゃ荒ぶってる。アダンのプロパガンダを妨害し続けてるそうね、AJ。 プロパガンダ施設はまだたくさんあるけど、まずはいいスタートよ。終わりどころがなかなか見えない見つからないファークライフォーだね。これは中毒性があるよ。というわけで、まあ、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。